どうも。何？今日は皆様にご報告があります。ご報告？何？僕たちカップルは、何？やだ、怖い。倦怠期になってしまいました。倦怠期？付き合ってないのに？よく、まあ普通に僕たちは普段デートの Vlog の動画を上げてるんですけど勝手にも、あげてんのね、あなたが勝手に撮って。まあたまにですよ。まあ、そのりなちゃんも別にそんなつもりはないと思うんですけども、なんかその僕に対して、なんかその、まあ、ちょっときつい言い方をしたりとか、まあその、なんていうんですか、ちょっと否定するようなことを言ったりとだってか、あなたが変なこと言ってるから、ずっとね、そうい修正してあう、げなきゃっていう気持ちよ。そういう部分があったと思うんですけども、それは、その、仲が悪いとかではなくて、純粋に今が倦怠期だから、違います。どちらかっていうと仲悪いんじゃないかな。何？その顔。倦怠期？はい。まず私たちに訪れるわけがないじゃないですか。そう、まあ、本当はね、訪れない方が良かったんですよ。そういそうの、こりとあ言いちゃんたのいんじゃな言ってく。ることもわかる。僕たちカップルは、その、倦怠期なんて訪れない、それぐらいお互いを好きじゃないか、そういうふうじゃあ、にそ言っういうこてるとと思う言いんですたけいんどじゃなも。くて、だから、そもそも付き合ってないのに、倦怠期も何も来ないんですよ。来ないはずなのに、何を思って、どうしたの？倦怠期って言ってるの？あなた急に。何？ずっと私が、こう、あなたに言うのは、同じだったじゃない。まあ、そうかもしれないですけど、まあその普通のカップルはね、そのネットとかで調べた感じだと、その大体3ヶ月に1回ぐらいの感じで、倦怠期が来るんですね、普通。普通っていうか、まあカで、ップルによりますけど、まあそまあのありがちですよね。僕たちが、まあそのデートの動画上げ始めたのが、まあ2月ぐらいだったので、まあちょうどもうちょっとで3ヶ月ぐらい経つじゃないですか。まあそうですね。なんで、まあちょっと倦怠期かなと思いました。そんな、機械的に訪れなきゃいけないものじゃないですよ。別に、なければないでいいんですよ、倦怠期は。3ヶ月付き合ったから、じゃあ倦怠期だねってやるもんじゃないです。だから、そう、なければないでいいんだよね。まあそうです。だけど、まあ一応その3ヶ月経ったんで、まあカップルとして、まあここはそろそろちょっと倦怠期なんじゃないかなって思ったんで取り入す。れなくていいの、倦怠期を。いや、であと、も、付き合ってないの、私たち。知ってた？はにゃは、はにゃは、なんでわはかんねえんだよ、にゃ。ずっと。付き合ってないの？でもそう、とにかく、やっぱその他のカップル YouTuber さんも、まあその、そういう倦怠期についての動画とか上げてたんで、まあカッ僕たプルちだからも、ね。まあカップルとしてなん上げておかないといけないのかなと思いました。で？カップル YouTuber さんの動画を参考にするのやめて。なんで？で、カップルじゃないから。え？何回言ってる、私今。まあ、その、まあね、その、こういうところも、まあ、あれなのかなって、その、聞いた話なんですけどね、こで聞いたの？聞くなよ、その。お互いの、その、価値観、まあ、もともと僕たちも付き合う前は、それはその、別々の人間、まあ、別々の人間というか、まあ、その、言い方あれですけど、まあ、他人だったわけじゃん。ごめんね、これ変な意味じゃないよ。その、別に今他人って言ってるわけじゃないよ。ただ、今も他もと人もだとよ。はその他人同士の一人一人だったわけです。で、その二人が、その、一緒になって、一つになって、その、付き合ってるっていうことになるので、ってなんだまあ、もろちろんその、こういうふうに価値観が、まあ、ずれることはあるわけじゃないですそのか。価値観のズレとかで、じゃなくて。それが、その、例えば今言ってるみたいに、まあその僕は付き合ってる。で、りなちゃんは付き合ってない。まあそういうふうに価値観がずれてるわけですね。価値観のズレじゃないの。で、あなたの価値観がものすごくおかしいだけなの。これが、倦怠期なんです。違います。絶対に違います。価値観がずれてくるのが、ちょっとずれてきてるなって思うのが倦怠期でしょ？違います。もうちょっと、可愛い価値観のズレです。あなたの価値観がずれすぎてるからさ。付き合ってないのに付き合ってるって言うから。私が修正しようと頑張ってるの。それを食い違いって言わないでくれる？じゃなくて。まあでも僕たちのね、その主張としてましては、まあその別にこういうね、まあ、みなちゃんも言ってましたけども、まあその別に倦怠期があるのは当然のことだと。だから、その、カップルだったらね、別にあこうるいうかもふう、しれそないっての、言ったの。別れたりとか、そういうふうには、その、する気はない。ただ、そういう時期があるのは、当然のことだから、その、二人で乗り越えていこうっていうふうに、
あの言ってくれました。言ってないじゃん。なので、まあ、僕もその意見には賛同して。別れることはないって、それはないから。付き合ってないんだから。そう、そうそうそう。っていうふうに賛同しても、僕も別れるつもりはない。だから、その、二人で一緒に乗り越えていこうっていう方向でまとめましたので、その、は、別れるんじゃないかなとかっていうご心配は、なさらないでください。誰が心配すんの、それ。だから付き合ってないんだから別れるもんね、もうないんだよ最初からというふうに、その別れないっていう方向では、付き合ってないんだからっていうの聞こえてる、ちょっと一致してるって、そこは別れるとかはないでしょ。僕も別れるとかはないって言ってるので、付き合ってないって前提、あなた付き合ってるって前提、そう、前提は違うかもしれないけど、その別れる、前提が違ったら全部ダメなの。別れることはない。しっかりして。という方向ではまとまっているので、皆様ご心配はなさらないでください。で、動画に関してなんですけども、まあ、ケンタッキーだからといって、まあ、更新頻度とかを下げることもなく、まあ、そのケンタッキーのリアルな、その、過ごし方の動画を上げていければいいなと思います。じゃないし、はい、いかがでしたか、アギナちゃん。じゃあちょっといつものようにちょっと今日も点数つけてもらって。なんでデートだと思ってんのこれも。あ、まあ一応その倦怠期ということを報告するっていうデートだったので、ないよそんなもの世の中に。まあその点数つけてもらっていいですか。なんで、うん、ゼロ点だよ。くす、何、どうした、どうした、何クソッカじゃないよね。はい、まあこのように、まあそのまあ普段まあその強く言ってしまうこととか、まあ、気づかないうちにりなちゃんを傷つけてしまうこととかを、まあ、なるべくちょっとこう変えて、違う、それが原因でケンタッキーになってるわけじゃないのよ。なるべくケンタッキーとかないのよ。だからりなちゃんが嫌な気持ちにならないようにしたいと思います。これを撮ってる時点でずっと嫌な気持ちだから。で、じゃありなちゃんもりなちゃんもなんかこういうふうに変えてほしいということがあったら何でも言ってね。だからこういう動画を撮らないでほしいです。うん、まあそういう風にちょっとずつ変えていって倦怠期乗り越えていきたいと思いますので、いいよ何も変えずに、まあ、皆さんもこれからぜひ僕たちカップルのことを応援してくれたら嬉しいです。ね、どう応援すればいいの、付き合ってもないのにさ。ということで今回ご報告動画でした。ありがとうございました。いやにしてもあれだね、倦怠期だね、してもね言わないよ普通倦怠期の時。倦怠期だなーって気まずいじゃん、その言っちゃったら。倦怠期終わんないかな。あなた次第だろうけど、それは終わらせなよ、妄想できるんだから。終わらせるか、じゃあ。え、あ、倦怠期を動画をとかじゃなく、はい、倦怠期終わりました。終わんないよ。いや、やっぱり僕たち乗り越えられるとは思ってましたよ。何の動画なのこれ。